フチーズ村田です。今回はですね、ラブボムというペダルのサウンドチェックをしていきたいと思います。こちらのペダルなんですけども、簡単に言ってしまうとペダル型のプリアンプなんですけど、いわゆるギター用のプリアンプっていうよりは、どっちかっていうとこうレコーディングコンソールについている HA というかチャンネルストリップの中の機能を、ペダル型に落とし込んだようなイメージのペダルです。なのでこういう音が出ますよというのがいまいちこう伝えづらいというか、ギターとアンプとその弾き手によるというかで音が全然違うものになっていくと、状況によってというかそのセッティングによって全く違うものになってしまうので、どうもこうつまみの説明もですね、非常にこうしづらいわけですね。なのでもうその都度今回使うとこんな感じというような説明をしないと分かりづらいかなと思いますので、ちょっと今回は一例として、サウンドチェックしていきたいと思います。基本的な説明をします。ハイパスがいわゆる、ローカットですね。ローカットの2段階のスイッチ、フラットとローカット、そしてバイアス、このバイアスは全体の歪みに対してのバイアスをかける。0から5に向かっていくとバイアスがかかっていくのでゲインが下がる。0が一番ゲインが高い状態で、それのドライブですね、そのドライブがついていると。で、それに関わってくるこのパワーサグ、その歪みに対してのサギングを生むパワーサグ、0がフラットで10に行くにつれて、簡単に言うとコンプレッション効果が出てくると。でローパスは、ハイカットです。無可変というかその、0から10とかじゃなくて、5段階でハイパスをかけていく。0がフラットで1,2,3,4,5と上がるにつれてこう鼻詰まっていくというか、ハイが落ちていく。でアウトプットのボリュームです。でそれぞれ例えばアウトプットのボリュームがフルの状態でドライブを上げ下げするときと、ドライブを上げてアウトプットを下げたときとでは同じぐらいの歪み量なんだけど、歪みの感じが全く違ったりします。この辺はギターアンプと同じような印象です。いわゆるゲインを上げてアウトプットを下げると歪んでいるんだけど、なんかちょっと抜けが悪いなってなったりとか、アウトプットを上げてドライブをちょっと上げるだけでこう張りのある音が出てくる、歪むんじゃなくて張りのあるクリーンサウンドが出るみたいな、そういう風な関係性です。それをちょっとなんとなくこう見ながら頭の中でイメージしてもらうと、何がこの中で起こっているかが分かりやすいかというふうに思います。まずはハイパスを0、そしてローパスも0ですね。でバイアスをちょっと一応最初なんで3ぐらいあたりにしてドライブ10、このあたりのセッティングからちょっと聞いてみてください。じゃあこの音ドライブを下げて今度アウトプットが10だったらどうなるか。はい、どうでしょうか。同じように歪むんですけど歪みの質が変わる感じだと思います。こういうことが全てのコントロールに対して発生します。これをすると今度こっちがこうなる、これをすると今度こっちがこうなるみたいな形でそれぞれに作用するんですね。なのでとても説明が難しいペダルであります。それを踏まえて見てみてください。じゃあ今度は、例えばじゃあドライブ5ぐらいにして、
この状態でバイアスをいじってみましょう。バイアスのつまみを動かすとバチバチバチっと音がするんですけど、これは使用です。はい、こんな感じでバイアスがゼロに行くに従って歪み量が上がっていくような形ですね。で、例えばなんでバイアスを5にしてドライブを10にします。どちらも歪むわけですね。なんですけど歪みの質が変わるので、例えばバッキングで壁のような音を作りたい時と、バッキングで割とこう芯のある音を出したい時、歪んでる音っていう言葉なんですけど、そのどっち側の歪んでる音なのみたいな、そこを詰めていくことができるわけですね。非常にマニアックなコントロールなんですけども、これまあ使ってみていただくとよくわかると思います。そして、じゃあここに絡んでくる今度パワーサグっていうのはじゃあ何をするものなのかというところだと思いますので、ここをちょっと説明したいと思います。分かりやすくするために、アウトプットを上げ目にしてドライブの方で弦を稼ぎつつパワーサグを動かしてみます。どうでしょうか。パワーサグが下がっているときはこうオープンなというかこう広がっていく感じの音で、パワーサグが上がっていくとコンパクトになってきてアタックの音が見えやすくなるようなイメージだと思います。これがこのドライブの量とかそのバイアスの値と相互作用して歪んだ時の音の質感を生み出すセクションです。こんな感じなので、例えばこうソロを弾くときはサグがあった方がいいんだけど、コードのときはサグがない方がいいよねとか、そういったところの微調整ができる。
でもちろんこれライブで使う時はもうプリセットっていう感じになると思うんですけど、レコーディングで使う時って同じアンプで同じギターで同じような音なんですけど、そのギターを2本重ねる時にちょっと音色を変えたりとか、あとはその同じセッティングでちょっとだけブースト、例えばブースターを入れてちょっと音色の雰囲気を変えたいよねっていう時に、まあ、これがあればバッキングの音を作った後、このサグの調整とかバイアスの調整でソロの音も一つでできちゃうという、こう本当にレコーディング向きのアイデアというか、例えばそのハイパスですね、ローカットスイッチなんですけど、アウトプットを上げ目にしてこんな感じ、5弦の音なんかがハイパスが入ってる方が見えやすかったりとか、ほんのちょっとの差なんですけど、これ撮ってる時に全然ニュアンスが変わってくると思います。例えばもっと歪ませてみますね。なしで微妙に音をこう調節するという、まあこれもだからレコーディングでいうハイパスのオンオフスイッチなんかがあったりすると思うんですけど、まああのニュアンスをアンプの手前で置いちゃいましょうと、そうすればアンプのスピーカーもっと綺麗に動きますよみたいな、そういうアイデアだと思います。で同じくローパスフィルターですね、ローパスは今度逆にハイカットなんですけど、同じようなセッティングでやってみましょう。レコーディングで例えばギターを2本重ね、同じフレーズで2本重ねるときに、一方は例えばローパスフィルターなしで撮る、でもう一方はローパスを入れて撮るっていう風にやったりすると、こうダブルにしたときにまた差が出たりとかですね、そういう風に使い方ができると思います。はい、というわけでこれはどちらかというと、さっきも言ったようにレコーディングの時の、コンソールについてるチャンネルストリップの解釈なんですね。なのでやっぱりレコーディング向きのギアなんじゃないかなというふうに思います。撮ってて例えばブースにいて、アンプが向こうのブースにあってギターを弾いてる、あ気持ちちょっとゲインが欲しいなとかですね、気持ちちょっとトレブル切りたいなとかローを切りたいなっていう時が多分あるんですよ皆さん。でそういう時にまあアンプのところに行っていじっちゃってもいいんですけど、これが手元にあればですけど、ここでヒュッとこうアンプをチューニングするような感じで動かせてしまう。で録音したものを聞いて、あもう少しゲイン上げた方がいいな下げた方がいいな、もしくは
ゲインの感じはこのままなんだけど、もう少しこう芯のある音で歪ませた方がいいなっていう場合にドライブを上げてアウトプットを下げるか、アウトプットを上げてゲインをドライブを下げるかでこう質感というかこう奥行き感を調節できているわけですね。本当にそういう使い方ができるペダルだと思います。なので普通のエフェクター、オーバードライブとかディストーションとかプリアンプとかっていう解釈ではあんまり考えない方がいいかなっていうふうに思います。そういう意味で例えば家で小さい音で小型のアンプで鳴らす皆さんがこのペダルを使ってもあんまり面白くないかもしれない。ある程度ボリュームを出せる環境でレコーディングセッション、それからライブなんかをやる方がやっぱり使った方が断然面白いんじゃないかなというふうに思いました。で今まあ本末転倒なんですけど、そもそも AC30 結構それ単体でも歪むというか、まあ、このぐらいクランチしてる状態で使っているので、例えばこれが本当にさっきも言ったようにフェンダーのストラトでフェンダーアンプだったら全然違う解釈になったりするんですけど、やれることは一緒なんです。ただギターが変わってアンプが変わると本当に出てくる音もまるで変わってくるので、その時にこのラブボムがどういうものなのかっていうのもまた分かってくるんじゃないかなっていう気もしますので、また別の動画で別のセッティングで改めて撮ってみようと思いますけども、まず一つこうこのねハンバッカーラブボムボックス AC30 のトップブーストチャンネルだとこういう風になりますよという一例として、見ていただければなというふうに思います。ラブボムペダルまた別の動画でご紹介したいと思いますのでお楽しみに。